メリカ最終日の夜、ちょっとお土産を買いに、お菓子類空港で買うと高いから、毎度恒例ウォルマートに来てます。でね、一番欲しかったね、ひまわりの種がね、ここにありましたよ。ひまわりの種、あの野球選手が食べてベンチでペーやってるやつですね。ひまわりの種をこんだけ買えたから、まあいっか。まああとはお菓子とか適当に空港で、あ、そうか、ビーフジャーキーはダメなのか、日本持ち込めないんですよね、確かね。ちょっといろいろ巡っていきます。アメリカのスーパーに売ってるびっくり商品、まずこれですね。お茶です、お茶。スイートティー、アイスティー。この容器、これどんぐらい入ってるの、これね、1ガロンですね、1ガロン。1ガロンで 3.78 リットル。これで、いくらなんだろう。ちょっと値段がこの場には書いてないけど、お茶こんな感じで売ってます。ちなみに俺は買ったことないです。他にもちょっと見ていきましょう。この辺なんか牛乳ですね。牛乳も1ガロンで売ってます。アメリカの牛乳はなんかね、あの味が薄いんだよね、すごい。1ガロンで 2.96 だから、まあ300-400円ぐらいって考えればいいかな。こっちはコーヒー牛乳1ガロンです。基本的にガロンで売ってる。牛乳ってそんな持たないよね、大丈夫なのかな、あんなでっかいの売ってて。でこっちが卵ですね。卵なんかも1パックが10個、そんな変わんないか。卵、今日本高いけど、アメリカの卵は12個。で、これはちょっとデカめの卵だけど、ラージケージフリー、あ、これあれですね、放し飼いの鶏、2.67 ドルと、こんな感じで卵も売ってます。こっちはオレンジジュースですね。オレンジジュースもこんな感じで1ガロンで売ってます。1ガロンで 6.48 ドルだね、今だから。1ガロンで、だから700円ちょっとぐらい。まあ多分種類にもよるんだと思うな。真ん中がトロピカーナ、トロピカーナは1ガロンじゃないね、多分ハーフガロンかな。この辺も飲み物ですね。これレモネードかな、1ガロン 4.28。 鶏肉めちゃめちゃ安いですね。 3.98 ドルですね、これで 3.98。 これグラムあたりかな、いや多分トータルなんでこれですね。肉がね、とにかく安い、アメリカはとにかく安い。こういうのが、あの鳥の足が売ってたりしますね。結構筋トレする人にはすごいいい環境です、アメリカ。こっちポーク、向こうビーフと。アメリカはね、あんまポークをね、あんま食べないんだよ。だからなんとなくビーフの方がやっぱ売れてるよね、ポークが残ってるんですよ。ちなみにこのポークのこの塊ロースト 17.19、まあ、2000円ぐらい安いですよね。ポークのこの中いっぱい入ってるの、これが 12.7 ドル。ちょっとビーフも結構遅い時間なんでビーフはあんま売ってないけど、例えばこちらのビーフ 11.95 みたいな感じですね。これなんかレバーかな、レバーですね、スライスビーフレバー 2.61 グラムじゃなくてトータルが 2.6、 安いよね。だからね、これなんだ、これナットオリーブラージオイル。なんかやっぱすごいよね、あのコストコとかでも見ない商品が当たり前だけどいっぱいあるよね。なんかオリーブオイルとか、こういう油系もキャノーラ油、こういうのもガロンで売ってますね。テレビ売ってます、テレビ。安くね、このデカさ。これどこの会社だ、こっち。サムスン、韓国の648、めちゃめちゃでかいよ、これ。これあの人の腰ぐらいだから、めちゃめちゃでかいね。これテレビとかもウォルマート売ってます。こっちはパソコンとか、電子機器、ゲームとか、電子機器系ですね。出た、モルマートの自転車ですね。マジ懐かしい。俺、アメリカ留学した時、一番最初、ウォルマートに自転車買いに来たんですよ。で、安いんだよ。安くて、マウンテンバイク、こういうやつ買って、ウォルマートで買いました、さあ家まで戻ります。戻ってる最中にパンクして大変なことになった思い出がありますね、ウォルマート。携帯もないし英語も話せないし、何より初めてが迷子だし、ですごい、なんかウォルマートの自転車コーナー今見てたらすごい背中がびっちょりしてきました。一応こういうなんかおもちゃスポーツコーナーもありますね。やっぱアメリカはこういうウェイトトレーニングの器具とか、こういう簡単なスーパーにも売ってます。で
アメリカの住宅街でよく見るバスケコートとか、こっちなんかはなんかこういうアウトドア系が多いです。でね、メジャーリーグとかを見てアメリカ来る人はチーム球場のストアで買うとすごい高いから、なんかねこういう近所のねウォルマートとかスーパー来ると普通になんか売ってるんですよ。まあなんかこういうちょっとパチモンっぽいものからこのマジェスティックのちょっとガチなやつまで、しかも安いんだよね、すげえ。結構これおすすめですね、マーリンズと、あとこうマーリンズセントラルロケッツってこと、地元の大学かなとか売ってます。こんな感じですね。